ちは東北新幹線に今乗っているところ、先ほど宇都宮の駅から翼号に乗り込みました。一つ前の動画では宇都宮の餃子の様子、餃子はここで食べるといいんですよ、そんな場所をご紹介しましたが、次もまた福島で餃子を食べます。ただ、ね、福島の名物円盤餃子っていうのは私昔一回作ろうとして失敗したという経験もあるんですけど、食べたことはありません。前から楽しみにしてる人お腹いっぱいなんですけど、頑張ってもうちょっと食べようと思います。で、福島に行って美味しい円盤餃子を食べるというのがこの動画の主題です。よろしくお願いします。乗っている新幹線は自由席、この時間ね、平日の今日はね、月曜のもう午後なんで別に自由席で問題ないでしょう。というか実際本当に問題ありません。指定席の方が混んでいるぐらいの始末です。ここは自由席、ちょっと新型の車両でコンセントもついています。見えてきてどれもいいんですよね。まだ雪が見えるような時期ではありません。12月のこの時期ではまだ雪はないんですけど、山の上の方はちょっと白くなり始めてるかな。宇都宮までは北関東っていう感じの景色なんですが、もう宇都宮より北は東北の眺めに変わります。いや、いいなこれですよ。ずっと走ってきていたんですけれど、ここからは違います。で、その切り離しの作業をしている横で東北新幹線はやぶさが通過するんですが、320キロということであまりにも速すぎましてね、あれが横300キロとかで抜けるとちょっとこう耳がツンとするんですよね。気圧がなんかちょっと変わるのかな、なんかよくわかんないんですけど、福島放送局がある側はだいたいこんな感じ。意外と駅舎、福島駅舎って何、これ2階建てだったんですね、知らなかった。意外と平べったいんだなと今になってみると思いますが、都会的なイメージです。多分この木がね、もっと茂っているときはこれ今ちょっと枯れてますから、木のあれがボリュームが少なくなってますけど、茂ってると駅舎のこれとうまく生えてね、もっとさらに都会的なイメージになったんでしょう。ともかく都会です。駅の裏側についてはとりあえず今は触れないことにします。立派な百貨店なんてものもいろいろありまして、だいたい物はこの福島駅周辺だったら揃うでしょう。でも前夜遅くに来たらね、もう0時ぐらいには入ってなんかお茶飲むようなところとか閉まってました。そりゃそうか、0時にやってるところの方が少ないんでしょうかね。で、この福島の名物は円盤餃子です。さっきも宇都宮で餃子を食べましたが、福島で餃子が有名なのはどういう理屈なのかな。あ、ごめんなさい、福島駅の反対側のことは触れませんみたいなことを言いましたけど、反対も反対でそれなりに都会的な感じがするわ。郡山と似たような感じですかね。郡山もね、片側はものすごい超大都会で、反対側は地方都市みたいな感じですけど、でもこっちもね、タクシーがたくさんいて、でここから車がどんどんあちこちに出発してという感じでしょうか。車でこの福島まで来て新幹線に乗り換える人が多いということを伺わせます。で、円盤餃子屋さんなんですが、向こうの方にですね、駅の中に入ってるのがありまして、いつ見ても混雑してるんですね。あ、で今日見たらよかった、今日は空いてるよと思ったらですね、ラストオーダー2時15分で、3時から店じまいだったんだそうです。そりゃお客さんもいないよなって感じなんですけど、いない、困ったな。でも名物の円盤餃子はかなりの人気の商品ですから、
あそこの餃子じゃなくても食べられるんだろうと思ってですね、今この駅の中の観光案内所に行って、すいません、あの円盤餃子屋ってどっかやってないですかね。いやもうどこも今この時間、お店はね閉まってて、あの中休みに入ってるんですよね。あそれは困ったなと。あでもしかしここのラーメン屋さんだったら円盤餃子売ってます。あ、そうなのか。それで十分ですよね。ここのラーメン屋さんでちょっと今少しいただいていこうと思います。なんで円盤の形をしてるかというと、この形でフライパンというか鍋というか分かりませんが、そのまんま風に並べて、でそこでそのまんまその形で固めて焼いて、で上で蒸して、そのまんまひっくり返すこともなく焼き終わった後に、でなんかとろみをつけるためのこう粉みたいなのにこう流し込んで、これで羽根付けをするそうですが、でそれで完成したのをそのまんまこうプッチンプリンの要領でここにこうくるっと裏返して乗せる、そういったことをやって作るんだそうです。美味しそうだな。味のほどは分かりませんけど、ちょっとなんで円盤餃子が有名なのかまた調べてみたいと思います。円盤餃子が丸く焼いているのはそれ何なのかなと、芸術性とか見た目の問題ではなく、単純にこれが効率がいいからなんだそうです。でまたね、あのさっきもご紹介しましたが、宇都宮もそうですが、中国からの引き上げで、満州から餃子を持ち帰った人たちが焼き始めたのが発祥だということで、福島県の名物、なんとね旅館の料理なんかでも出るそうです。温泉旅館のね、飯坂温泉の料理とかで餃子が出てくるっていうのは珍しいんじゃないのかなと思いますけれど、それぐらい親しまれているということで、これが主食兼主菜となっており、ご飯は食べるのに使わないそうです。いらっしゃいませ。福島の食べ物円盤餃子だけ紹介してさっさと帰るってなんか悪いからね、次の目的地は仙台ですけど、ここのニューデイズで何か買っていくことにします。結構新幹線の改札の中のニューデイズって土地のものを売っていて面白いんですが、福島はやっぱあれかな、あのミルクコーヒーとかミルク、なんだよ、いちごミルク、そういうやつでしょうか。列車が出るまであと7分あるから十分でしょう。ニューデイズで買ったのはね、缶ジュースです。3つ買いました。ちっちゃいやつですけど、結構 JR の駅なんかでよく売ってるんですね。今からご覧に入れます。3つ買ったと言いました。1つがこれ、梨ね、梨、それからもう1個はね、これはリンゴですが、リンゴ、それから桃と、まあ、元々桃だったら山梨県、梨だったらまあ鳥取県で、リンゴだったら青森県だと思いますが、これは福島の果実です。で福島県の名物の飲み物っていうか、あの果物っていうのは実はこれといってないんですけど、しかし福島県はその果物の産出量自体はかなり多いところです。いっぱい果物を作ってるんだけれども、しかし福島が全国で一番みたいなものはあまりありません。だからね、つまりあのなんていうんですか、果物の総合デパートみたいな感じで、何かこれが突出してっていうのはないんだけど、平均して果物をいっぱい作っている果物の県というのが、まあ、福島県という理解でいいんじゃないかなと思います。ここからね、あの分岐していく山形新幹線とか乗りますと、春の時期なんかね、あのお花を咲かせている果樹園、そういうのいっぱい見られますから、結構いい光景だと思いますよ。福島から仙台まではね、途中停車駅がない列車だと20分だそうですよ。20分で行っちゃうのがすごいびっくりですよね。4時25分の到着です。仙台駅に着きました。仙台市の人口は100万人を上回っておりまして、人口108万人だそうです。今調べたら108万でした。もともとこの東北地方全体の人口としては減っているわけでして、だいたい東京などへ出ていくという傾向が強いと思いますが、仙台市の人口は増えています。
仙台自体がまた東北の首都的な機能を一つ持っておりまして、そこに人口が集中しつつ、東北全体の人口は東京へ移動している、まあ、大体こんな二極構造といいますか、なんていうのかな、二段階構造みたいなものは北海道でも見られ、札幌圏が集中し、そしてまた北海道全体の人口が減る、同じような構造は全国共通しています。びっくりだ、今なんか全部の座席何もしないで今リクライニングに戻ったぞ。人がいたのかな。そう、いや自動回転だ。E5 系って自動回転できるんですね。知らなかったよ、びっくりした。これだけで整備の人たちは随分助かることでしょう。私の乗ってきた列車が今向こうに止まっています。仙台駅、いつ見てもかっこいい駅舎です。これあと50年ぐらいは使い続けてほしいなと思うんですけど、まあ無理でしょうかね。なんでもいいや。でも、タクシー乗り場とバスのロータリーいっぱいゴロゴロとですね、こういうお客さんを乗せる用の旅客自動車っていうのたくさん走っていて、市内交通もまだまだ地下鉄だけでは足りてないんだなという感じもします。いつも思うんですけど、バスってやっぱなんかこう非効率な感じするんですよね。こういう本数が多く出るような時間でも実際お客さんがそんなに多く乗っているわけではないんですよね。これどうにかならないんですかね。もういつも思うんですけど、まあ、しょうがないことなんでしょうか。これでも採算はちょっと取れているようには見えませんが、ともかくバスの台数がですね、さっきまでの宇都宮をはるかにまた凌駕しています。宇都宮もすごいんですけど、仙台はもうやばいことになってますよね。バス天国というんでしょうか、それとももしかしたら地獄かもしれません。駅の周りもこんな感じ。これより北になりますと、もう大都会というのは札幌しかありません。まあもちろん何をもって大都会とするかっていうのはありますからね。盛岡だって大都会なんですけど、人口100万を超えるのはこの仙台とそれから札幌の2つです。で今日泊まるホテルはアパホテルです。またアパホテルかって感じなんですけど、チェックアウトが遅いんでね、ちょっと助かるんですよね。仙台駅から徒歩5分のところ。朝食料金が1400円って書いてありますけど、宿泊料金5900円だったんで、部屋代4900円ってこと、安いな、いいですよね。ごめんなさい、ちょっともう早速こんな風に、ね、置いちゃってるんですけど、これですね、朝食バイキング、これ朝食付きなんですが、気仙沼産フカヒレスープとか、まあどれぐらいフカヒレが入ってるのか知らないけど、でも本当のフカヒレ、気仙沼のやつが入ってるのは間違いません。そして笹かま、麻婆焼きそば、私これ食べたことないんですけど、何フレッシュオレンジジュースもあんの、良さそうじゃないですか。これ明日の朝が楽しみですね。東北新幹線グルメの旅としてはこんなね3つも仙台の名物があるのは本当に嬉しいことです。しかしやっぱり仙台といえばメインディッシュはなんといっても牛タンです。今日は朝からですね、ビーフシチューに、餃子、そして牛タンと、なんだかね、こう、いいような、まあ、いや、餃子はそんな別に豪勢ではないんですけど、でも、なかなかいいものを味わいました。お昼ご飯代はあんまかかってないですよね、餃子は安かったから。今ね、マフラーも買ってきたんですけど、マフラーを売ってた店の人がね、ずいぶん早く決断されますね、即決ですね、なんて、まあ、商品の買うものなんてね、コンビニでペットボトル買うのと同じ感覚でいつもやるわけですけど、ここの中に牛タン通りというところがあるそうです。そこで適当に何か一つ食べて、やっぱり仙台ですから。別に仙台で宮城県産の牛タンが多く使われてるとかいうわけでもなくて、普通にオーストラリアとかだと思いますけどね。観光客が喜びそうなものは大概駅にあるので、駅から離れる必要はないわけです。もう JR の資本の天下ですよ。牛タンの佃煮だそうです。そんなんですね。牛タンとよくセットになってるのはこれがケールスープというものです。多分牛の尻尾を使ったスープなんだと思いますが、これがなかなか美味しいんですよね。牛タンとは直接は関係がないはずですが、あと大抵麦ご飯になります。麦ご飯っていうとね、大学に入ったばっかりにですね、お金がなくて麦ご飯ばっかり食べて、とりあえずこれで解決病は予防できるかとか、そういうことを考えていた思い出ですが、今こんなデラックスなおかずがつきまして何より幸せなことです。立派な仙台駅、まだちょっとね、牛タン食べただけで今日終わりにするというのもったいないので、まだ夜になったばっかりなので、8時なのか、まあでもね、まだちょっとどっか散歩しようとかで、久々に東北大でも行ってみようと思います。日明かしでね、ここのパルコに行ったらね、こんなパンを配ってましてね、試食だって言うんですね。ご試食だけでもどうですかとか、まあご試食だけでもいいんだったらと思って、あ、ちょっとじゃあすいません、1個もらえます？美味しいオレンジピールのパンですよ。あっちに仙台駅がありまして、歩いてちょっとだけ抜けてきました。ここに新幹線の高架もあります。東横インをバックに、ここの看板、 JR 東日本旅客鉄道仙台支社と書いてあります。あと10メートルってわざわざ書くんですね。10メートルなのかどうかは微妙ですが、これが仙台支社の建物です。国鉄の頃からずっと使っている建物だと思います。こんな感じで本日も残業されている管理職の皆さん、もしくは企画部門の皆さん、頑張っておいでです。
ここでどういう臨時列車走らせるかとかね、そういう企画、まあそんなくだらない、くだらないっていうかね、そういうことだけじゃなくて、まあいろいろやってるわけですけれど、まあここへ行ってちょっと一礼しなきゃいけないでしょうか。東北地区はこの仙台支社、秋田支社、それから盛岡支社の3社によって主に運行されていて、もし東北、新潟を含めるんであれば新潟支社も加わる、そんなところでしょうか。仙台の街もね、観光障害とそれから一般のまあ民有地っていうの、そういうところと結構はっきり分かれているようなところでして、で阿波通り そのちょっと脇ぐらいのところがすごい、そういったものがなんか経済の中心地みたいな感じがしますけど、東北大学の近くになるとね、こんな感じ雑多な感じではないですけどね、やっぱり立派な大きなマンションとかオフィスとかが相変わらず並んでますが、でもちょっと仙台の駅前とはまた雰囲気が変わった都会という感じです。今ちょうど明かりがつきましてね、ずいぶん見やすくなったんですが、これが東北大の多分シンボルの建物ですよね、時計台っていうのかな。で仙台には他に旧制の中学校だったと思いますけれど、仙台二高って言ったのかな、すごい名門高等学校もありまして、水泳とかスポーツが非常に強いとか、あともちろん進学の実績も非常に芳しいと、そういうところがあるんだそうです。なんかね、確か青葉城行くときにその仙台二高ってバスで見たような気がしますね。学徒仙台とか、そういうふうにも言われますが、学問でもこの東北地方の中で、首都たる役割を発揮しているそうです。小学校の裏手にこんな交番があるんですけど、随分このぐるぐるが景気よく回ってましてね、こんなにぐる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 回転灯を回らして、あっちこっちにこんな呼びかけているような交番ってなかなかないと思うんですけど、これ普通ですからね、何か大変なことがあったわけじゃないですよ。おまわりさんたちは中で仕事をしていらっしゃいます。でこの目の前にあります、ここがこれが青葉通りで、ここにみずほ銀行の仙台支店っていうのかな、それがあって、でこの右の方にもいろいろと銀行とかそういうのがたくさん連なっているところ、これ前も言いましたね、この読売仙台ビルにね、前は入ってたのはダイエーだったんですけど、今はイオンになりました。ここのダイエーには散々世話になったものです。77銀行っていうのが東北の仙台の銀行だったかな。片側5車線の道路と、こっちが4車線だか3車線だか、大きな大きな交差点で、この地下には JR 仙石線の青葉通りの駅があります。仙台まで140メートルとか、なんか240とかそれぐらいの距離しかないんですけどね、これをまっすぐ行けば仙台の駅。もう残念ながら今完全にですね、全く青葉なんていうものはどこにもないんですが、さっきも言いましたように、ぜひ5月頃おいでになってみてください。非常に美しい光景を楽しむことができると思います。今言った青葉通り駅ってのはここです。地下にあるわけですね。 JR 東日本と書いてありますが、これの前方を見るとあそこに仙台駅、もうある仙台の駅ですけどね、あそこの壁が、あれが仙台駅なんですよ。こんなに近いんですね、わずか一区間、ここが仙石線の終点ということになっています。で翌朝になったんですけど、朝食バイキング、これね、頼むつもりなかったんですけど、ついてたし、なんか思ったより良さそうなやつなんですね。笹かま、深ひれ、どんだけ深ひれが入ってるのか、まあ、疑問視ですけど、本当に気仙沼の深ひれを使ってるそうです。麻婆焼きそばとか、まあ、関係ないけど、フレッシュオレンジジュースもあります。ちょっと取ってきすぎましたけどね、これ全部一人で食べるのかって感じですが、まあいいです。これね、笹かまね、さっきね、もう一個食べちゃったんですけど、美味しいやつでした。それからこれ深ひれのスープなんですが、まあ、深ひれがどれぐらい入ってるかっていうと、あ、でもまあまあ入ってんな。まあ、私ちょっとね、もう最後の方だから朝食の締め切りの間際になってるんで、でもせこい取り方してね、下の方のやつをこう腰取るようにして具をたくさん集めて取ってきたから、まあ、その分もあるんでしょうけれど、でそれから勝手丼とかいうのを作ってくださいねって書いてありましたけど、宮城県産の鮭とか、あとお隣山形県産というか、まあ、山形の名物だし、これも私結構美味しくて好きなんですよね。あとなんつったっけな、焼きビーフン、これも仙台の名物らしいと私も知らなかったんですけどね、こういったものもあるそうです。仙台駅は他にもこのようにコンコースなどでもいろいろ名物をたくさん売っています。まあ、これはどっちかっていうとね、東北の中心部ということで、東北の名物、名産、そういったものを多く売っているような気がしますけどね、今ここでやってるのは福島フェアで、別に仙台のものを売ってるわけではないようです。まあ、そういったものはこちらのニューデーズなどでお土産でお買いになるといいんじゃないでしょうか。牛タンうまい棒とか、なんかいろいろじゃがりこどうこう書いてあるのが見えます。昨日からずっと仙台の名物とかずっと食べてきましたけれど、とりあえずこの動画はここまでとさせていただきまして、でこの後東北新幹線で盛岡に向かいますが、東北地方のお菓子なんかはたくさん買い込んで新幹線の中で食べながらゆっくり向かいたいと思います。その前にもしかしたら松島に行くかもしれないし、行かないかもしれません。それはもともと行く予定などなかったのですが、本日がもう天気予報とは全くの反対、降水確率 90% だったにもかかわらず、雲一つない青空だからです。それではご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。なお本日は12月の5日4日か12月の4日火曜日になっております。